然わかんない。もう一人います。はい、出してもらっていいっすよ。でかい、でかい、でかい。加藤さんはでかい。ね。健太郎は小さい。小さい。だからさ、規制立ってても立ってなくてもリズム感狂っちゃダメだよ。逆にほらフリーの種目もいわゆる単個規制したいわけだから。はい、蹴っちゃダメだ、蹴っちゃ。ぎゅー蹴っちゃダメだ、外してくんだよ。蹴るな。蹴っちゃダメだ。ここで十分圧加えてったらここ外れるから、圧がないって切らなきゃいけないから。蹴っちゃダメ、蹴っちゃ。荷重を踏み込みに行って、ケツを落とした時に、レーンがもう動かない。トンついていい。どうぞ。お前さんの午後の内定権には、あ、じゃあ、次、いい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 、忘れてるやりで。大丈夫です。パッと作って、ぐーっと。これ以上は走りません。赤倉だから、はい、雪柔らかい、ね、雪硬くても雪の限界ってあるの。雪とこれを決めた流れはダメ、興奮がまだまだ興奮、あ、今あるさ、ね、まだ早いです。3人はやっぱ運動方法がこの時間見てると、10時48分セットアップして11時1時にセットしたらそれが一対でこうやって回ってるの、その形のまま。でスキーだけがぐーっと回転を起こして、スキーだけ回転を起こして、手動かさない、肩動かしてね、手、肘とかから手首動かして、手首で肘の輪っか、はい、あのね、一回ね、コスリするって、はい、上行って真ん中の5メーターか7メーターぐらいは置いといて、はい、両サイド、はい、手分けして分かれて、はい、前のチームも行って、はい、上下げて、上下げ、上下げ、え、なんすか、頑張ったな。この中で台数テクニカルとかそれは受けるって、いや、いないし、誰もいない。ありがとうございました。このサイズ。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。今ありがとうございました。ありがとうございました。勝つのは。大丈夫です。もうみんな送り出せますから。送り出す。そうだ。ブラジルラインのセッティング。ブラジル？ブラジルライン。縦ライン。重力線上のラインが。もう見えなくなって、説明が見えなくなって、説明にこう立つんですから、もうみんなおっとっとなって、うん、それ狂っちゃダメ、ガスとか、色のコントラストで平行感覚狂っちゃダメ、うん、どう考えるか、もう少し向き、サウナ、でもペタカタになる時もあるんだよ、サウナとか、太陽ビシャーっと当たって、こんな感じになるんですよ、なるほど。ただ八方のペタカタはもうちょっと雪早い。早い。もう少し下に戻ってても早いから、もうちょっと人が歩いてもらえ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 てこうやってやつが。あ、なんかこんなのつけてたのに。今度、スキーやるときに外しますよ。次外してもらってもらえて。でかすぎる、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 中に運動方向セットしておいて、外に押していくの。早く押さないと。USです、お願いします。お疲れ様でした。もうやめる俺ら。コブ行く、コブ。やめようも。
よし、一段下がる。